リナの最後の笑顔なんだ。に対する反応集をお送りします。何の笑顔だよという冷静なツッコミ、言われてみれば確かに。確かに何の意図の笑顔なのかさっぱり意味わからんな。メタ的に見れば少しは救いのあるエンドっぽくしたかっただけ。ニナさん自身は何考えての笑顔なのかは僕もさっぱりわかりません。交際黙らしとけば私はもう完全に無罪だわまとな笑いでは。ガトーが2号機に乗り込むとき誰とか言ってた女が突然昔付き合ってたとか言われても。ガトーが女作るイメージが湧かない。まあ後付けだからな。ガトーがケリーさんと一緒にジャンク屋してた頃の彼女って話を全く説明しないまま急に足すもんだから意味がわからなくなる。この作品のヒロインはシーマ様ですぜ。ニコニコでもみんな同じ反応なんやなって、スレがみたいに言われてる一方で脚本の被害者ってフォローのコメントもちゃんとあった。小説版しか知らんかったからなんで叩かれてるかわからんかった。小説版だとコウに銃を向けた理由はコウに無抵抗の人間を殺してほしくなかったから。これも相当無理あると思うけど女性ならさもありなんかね。スレガとのコメントの温かさの差がすごい。キースの地味にすごい撃破率。最後の最後で吹っ切れた笑顔だから視聴者はこの瞬間に取り残されるのだ。狂気のカテジナの笑顔が邪悪だとするなら、こいつの笑顔は見る者の心を虚無にする。とにかく、何この、ってな笑顔である。カテジナとは違ったベクトルの恐怖を感じたわ。最高な感じがすごくて混乱させられる。制作中はここで笑顔にしたらいい感じになると思っただけでは？制作陣のイメージと実際に出来上がった感じに相が出るのはやり直しが難しいセルガだった昔の方が多かっただろうし。制作陣も後からやっちまったなとか、よく考えると意味不明とか思ったんだろうな。カラオケのダムでメンオブデスティニーを歌うと、作中のアニメーションがかっこいい編集で流れて、とても盛り上がる。ラストカットが、よりによってこいつの笑顔で曲が終わってしまう点を除けば、理解が遠く及ばない吐き気を催す邪悪な笑顔。最後に甲賀ニナのところに行って手を差し出してからこの顔になるならまだわかるんだけどな。四面楚歌のアルビオンから一人脱出し、落下する頃にいないでガトーと接触し、裏木に決別の発砲。そして軍事機密のコアファイターごとアクシズに運んでもらい一人亡命。安全な位置から戦局を眺め、連邦の勝利確定でアクシズが中域を撤退するとなると、今度はコアファイターを置いて一般機でアナハイムに帰還。その後、コウラキは軍法会議の後に処分されると思いきや釈放された。唯一、真相を知るウラキを追って、とうとう見つけた時の悪魔のような笑みがこれよ。経歴が邪悪すぎる。つい最近 WOAT3 見返したんだけどニナのこの謎笑顔に対してコウのリアクションは一切書かれてないのがなんか味わい深かった。意図を考えれば、コウとニナはコロニーで仲違いしたままで地球で顔を合わせてあんな別れ方をしたのだからも話しにくい。それをニナがあの時のことは忘れましょうよとやり直しを笑顔で表現したってとこだろうな。生身でコウとガトーが対峙したあのシーンの時にはもうコロニーは止められない。ニナがいようといまいとどちらにつこうと関係はないんだが。一人の男としてのコウを裏切ったのはあんたなんだよ。コウが悪くなきゃ成立しない仲直りの仕方。最終局面でガトーの味方した時点で地球人にとっては許せない大罪人になった女。というか最終的に拾ってもらったアクシズも出てきてるからジオン側からも何やあの女って思われてる可能性高いぞ。まあ笑うしかないよね。コウに惹かれててその上で元さや戻ろうとしたら失敗して。コウニナ、お礼の気持ちは嘘だったのか？言ってくれ。ニナそんな。コウニナ、嘘だろニナそいつはコロニーを、ガンダム2号機を。ニナコウ、そういうことじゃないのよ。楽器はどういうことだってばよ。今もわからんからセーフ。元彼と今彼のどっちにも死んでほしくないっていう感情なんだろうけど、それだけじゃないからマジでわからん。俺がこうなら戦闘中張りの雄たけび上げながら殴りかかる自信があるニナの笑顔来たね。小説版を読めばニナの行動に一定の納得はできるし悪女という印象も覆るんだけど、いつまで経ってもアニメ版の印象で語られるねー。いろいろな意味で勝利者などいない結末。序盤のままだとヒロインとしてあまりにもトップガンのコキペだからなんとかひねろうとしたのだけど、失敗した感はある。かっこいい元彼と結局うまくいかなかったから未だに自分を特別視してるであろうキープ君が出所したことを喜ぶ結婚願望強めのアラフォーって感じだろ。なんかよくわからんが、ひとまず一旦区切りがついたからやろ。いざこざにしても恋愛にしても世の中別にそれが正解なんて何もないんやから。一旦仕切り直してお互い頑張りましょうって笑顔なんやろ。
っていうかニナは途中で設定変更されたというから、深い心情とか考えてもあまり意味がないような、そもそも一貫性が損なわれてるんだし。大体アニメに限らず様々なところで起こる大人な事情に振り回された結果って考えても大概意味ないやん。無茶なこと言う器用とヤバい来歴の元彼と邪魔な同業者のしがらみから解き放たれ理解ある年下彼氏くんと好きなことやって暮らせる未来が想像できるんだ。こんな顔にもなろう。それでも笑顔で迎えてくれるこうだと僕は信じているよ。声優の人は後半シーズンが始まる前にニナは前半より可愛くなるから見ててねってメッセージ出してたのにどんな気分で最後の方を演じたのかな。まあでも前半はカリカリしてて大体の登場シーンで怒ってたし。まあでもこれぐらい精神ずぶとい人っているよね。コウが幸せならそれでいいんだよ。はためには異常であっても。コウが笑ったから、ニナも笑ったんだよ。あのシーン、ニナは最初は思い詰めたような顔してる。何かに気づいて笑顔になる。ってシーンだから、ニナの表情変化で、コウがニナに笑いかけたんだとわかるようになってる。って考察見たけど、わかるかい。あえてコウの表情を描かないのがオシャレな演出とか思ったんかな。千歩くらい譲ってその気持ちだけは理解できないでもないが、できたものを見るとな、表現できてないんよ。ぶっちゃけ WOAT3 は戦闘作画とメカデザインが神ってるだけでストーリーやキャラ描写はニナ以外も尻滅裂で突っ込みどころだらけだし。個人的にはこのラストシーンより、ニナに銃口を向けられたシーンの方が見ててショックだった。そのショックがあるからあんなことしといてその満面の笑顔は何やねんとなるんだよな。これ誰かが言うたびに小説を読めばわかるっていう用語がセットでついてくるんだけど、ぶっちゃけて言えば本編見てわからんもんは知らんよとしか。小説もセットで解読するもんなのかガンダムは、とか思うとエイジみたいに小説は別って言われるものもあったりしてな。WOAT3 はコウをはじめアルビオン隊も異常行動取りすぎだからそっちが気になりすぎてニナの行動は気にならなかったわ。ニナは気まずかったけどコウが許したから笑顔になれた。あのシーン単体で見ればそういう意図もわかるんだけど、コウが許そうと思う過程が想像しにくいからやっぱりわからない。それはまあ、コウだからとしか。実験台テストパイロット来た。あの笑顔のままコウの手を引いてって図打開始作1号機に押し込んで打ち出しそう。一応フォローしとくとコウの姿を直視できずに罰が悪そうにしてたところをモーラに促されてって流れだから。そんな自分が銃を向けてまで拒絶した男と再会した時真っ先に満面の笑顔で迎えたとかいう邪悪なシーンじゃないから。でもニナは嫌いです。どんな狂気に歪んだ笑顔よりも底知れぬ恐怖を感じる笑顔。微笑みの後、暗転して銃声じゃなかったっけ？ OVA シリーズは作画でごまかしすぎや。ニナはアナハイムの擬人化なんだよ。どっちにも尽くしまずい時は安全圏で眺めてるし人の心なんかないし突然関係性が生えてくる。気まずさが漂う神器臭い感じで終わられても困るっちゃ困るんだが、それでも別の見せ方あんだろうとは思う。